この会社の求人が出ております。株式会社ビッグモーターさんの求人でございます。平均年収1109万円、業界最高水準のインセンティブ、反響スタイルで未経験から稼げる営業、ノルマなし45歳以下という驚愕の求人が出ております。いやー半端ないですね。この求人、ノルマなし、これは本当なんでしょうか。明らかに本当には聞こえませんけれども、ぜひですね、最強の営業マンを目指したい方はビッグモーターさんの求人応募してみてください。世の中の風当たりは強いですけれども、最強の社会人を目指す方にはもうバッチシな求人なんじゃないでしょうか。今話題のビッグモーターさんで己の腕を試せという感じでございます。ということで今回の動画なんですが、ナイキさんいつまで待たせんだよというような形でお送りします。本題に入る前に、いつもご覧になってくださる方本当にありがとうございます。たまに YouTube ライブとかもやってるんですけれども、コメントとかいただいて本当に嬉しいですね。めちゃくちゃ励みになってます。ぜひこれからもよろしくお願いします。それでは早速いきますけれども、最近ナイキからいいスニーカーがめちゃくちゃ復刻されていますね。例えばゴアドームとかも去年復刻されましたし、 AJ4 のライトニングサンダーも復刻されています。あとは2年前か3年前にこのレブロン8スプライトも復刻されました。エアジョーダン5の復刻もたくさんあって、グリーンビーンだったりとかバーガンティーとか、もうめちゃくちゃ当時扱ったスニーカーたちが最近もうここぞって感じでもうどんどん復刻していて、もうナイキの復刻シーンが熱いっていう感じでございます。ただしかし、復刻が待たれていながらまだ復刻していないキックスっていうのもたくさんありますね。もうこれ出せよっていうのがもうどんどんあるという感じでございます。特にナイキさんですね。もうナイキさんのスニーカー、さっき言ったようにやばいスニーカーどんどん復刻してるんですけれども、まだまだ足らないでしょうということで、ナイキのスニーカーで復刻が待たれているものはまだまだたくさんあるはずです。ナイキジャパンさん本当にお願いします。スニーカーヘッズ向けのなんかよくわかんないなんかやつ連発しないでいいんで、あのピンポイントにはこういう好き物に向けたスニーカーっていうのをですね、発売してほしいと切に願っております。はい、そんな感じで今回はですね、復刻が待たれていながらなかなかリーシューされていないキックスに触れていきます。もう僕はたくさんあるんで、本当にもうその思いをですね今回動画にしたという感じでございます。はい、その前に注意事項なんですけれども、あくまでこの復刻してほしいと思ってるのは私個人的の見解となっておりますので、世間がどう思ってるかは分かりません。ただ B-boy の方だったら同じこと思ってんじゃないかなと思って動画にしてみました。はい、それでは早速いきます。復刻が待たれていながらリーシューされていないキックス、その1なんですけれども、1個目はこちらですね、エアグリフィーマックス2ですね。もうこれしかないでしょうということで、これ待ってる人は明らかに多いはずでございます。マジでこのグリフィーマックス2いつ出るんでしょうか。これもう十何年見てないですね。もうこの色、この形、もう最高にかっこいいですね。もうグリフィーマックス2はもう本当に欲しいですね。出たら3万でも買うかもしれないですね。これ3万じゃ買わないかもしれないですけど、まあそんぐらい出してでも欲しいスニーカーというか、もうめちゃくちゃかっこいい。もうなんていうんですか、このなんとも言えないかっこよさ、これ言葉にできないですね。最高です。この色マジやばい。はい、あとこの色もやばいですね。このブルーの色、水色とグレーみたいな感じの色はもう最高に渋いですね。この色本当に俺たちはグリフィーマックス2を待ってるって感じでございます。もう10年以上グリフィーマックス2待ってるんですけれども、全然出ないですね。グリフィーマックス1はなんか海外でチラッと出ましたけれども、国内でも1、2出してほしいで、特に1は結構履いてる人見るんで2を出してほしいですね。2履いてる人は本当に渋い人なんじゃないかなと自分は思ってます。もうこの212マグのこのシリーズですね、このストリートリンクスニューヨーク2011に収められたあのグリフィーマックス2履いてる向こうの人たちの姿を見て、やべえグリフィーマックス2やべえってなったんですよね。もう本当にあの時の記憶が今でも鮮明に残ってますけれども、やっぱりグリフィーマックス2でございます。はい、さっき言ったんですけど、グリフィーマックス1もこれ日本入ってきてなかったんで、1も本当出してほしいです。もう1、2セットで登場することをお待ちしております。でもまずは2をお願いしますという感じでございます。続いてです、復刻が待たれていながらリーシューされていないキックス、その2なんですけれども、エアマックス95オレンジグラデですね。もうこいつも復刻してほしい、こちらでございますね。はい、なかなか出なくないですかということで、オレンジグラデ全然発売されねえっていう、もうなんで
なのかなっていう。オレンジグラデが欲しいんですよ、私は。やっぱこの夏の時期はですね、オレンジで合わせたいっすよね。もう爽やかなこのオレンジで、ムジティで合わせたいっていう感じなんですけれども、なかなか出ないっすね。もうオレンジグラデ出してくれれば二足買い普通にしたいぐらいなんですけれども、なかなか夢は叶わずという感じでございます。やっぱですね、夏なんでこんな感じでしたいんですよね。オレンジのキャップに、オレンジのマックス95に、このオレンジのフォロのカーゴショーツみたいな感じで。で、ムジティっすね。もうこういう合わせがやりたいんですけれども、なかなか夢は叶わないっすね。いやー、もうこれできたら最高なんですけれども、いやー、頼みます、本当にナイキさん。オレンジグラデを復刻してください、本当に。イエローグラデはたまに復刻してると思うんですけれども、オレンジの方をお願いしますって感じですね。確かに需要はイエローグラデの方が圧倒的にあるかと思いますけれども、オレンジも多分売れるっすよ、多分、きっと。多分ですけど、はい、オレンジもマジでよろしくお願いしますということで、はい。エアマックス95オレンジ待ってます。続いてです。復刻が待たれていながらリーシューされないキックス、その3なんですけれども、こちらでございます。エアマックス94ですね。マックス94はほんと出ないっすね。これこいつ欲しいんですけどね。このスニーカーですね。これなんですけれども、かっこよくないですかということで、このめちゃくちゃなんだろう、なんとも言えないこの感じ、形がかっこいいっすよね。まずマックス94、これ割と欲しい人いそうなんじゃないかなというふうに思うんですが、なかなか出ないっすね。いやこいつ出してくれって感じでございます。もうやっぱりこの色っすよね。このカラー、このネオンイエローとこの黒とグレーのこの配色、高配色すぎでしょということで、これ出たら買います、絶対。これは本当もういろんなスタイルに合わせられるんで最高でございますね。このカラーもいいですね。なんかこういうツボをついたカラーリングとかもあってめちゃくちゃいいんですよね。このパープルと白と黒、いや本当にかっこいいですね。マックス94やべえ、どんどん欲しくなってきましたね。あとはこの色もやばかったですね。黒と黄色、本当にイナタイスタイルにハマる感じで、もうほんとマックス94待ってるんですが、いや頼むよって感じでございます。一時期このポットオブゴールドってお店が昔あった時に、ここに数足だけ入ってきてたのを見たんですけれども、あの時買っとけばよかったなって感じですね。このポットオブゴールドさん、イナタイ服とか結構売ってて、なんか結構買ったはしたんですけれども、スニーカーも買っとけばよかったですね。今思うと残念でございます。はい、ということで今回の動画は以上でございます。ありがとうございました。今回復刻してほしいスニーカーまとめたんですけれども、皆さんはどうなんでしょうか。ちょっと意見聞きたいですね。はい、ということで恒例の最後に一言なんですけれども、このチョコボールピーナッツ紅茶ラテっていうのが出てるらしいんですが、これ飲んでみたいんですよね。チョコボール好きな自分としたら、もうこれ売ってたら即買いなんですけれども、これ期間限定って書いてあるからもう売ってないのかもしれないですね。これ見つけたら即買いします。はい、以上です。ありがとうございました。